ああ、先に、そうか、アップロードさせられるのがあると、意外と邪魔だな、これが。35度に。ということで、あ、ちなみにそう、これをね、YouTube でやると、どうしてもこの35度、34度がごっちゃになってね、リストが最初のところで出来上がってきてしまうんで、デフォルトのところがね、見にくくなってしまうんですけど、デフォルトはね、このシリーズごとに合わせるのを優先してくれるんで、そのあたりは、だいぶ、ちょっと、感じが違いますね。で、ちなみになんか、ここになんか、こんなんがありますけど、これ何かというと、HTML ビジュアルの切り替えってなってます。これね、ちょっと余談になってくるんですけど、昔はね、私がニコ動を始めた頃は、この HTML でないと組めなかったんですよ。ですので、いわゆる HTML 言語ですね、そのホームページの、その、ホームページを作成するときの言語なんですけど、これができないとできなかったんですけど、私実はその昔からインターネットのそのホームページをね、あの文芸部用のね、サイトとか持ってたんで、その兼ね合いで実は一応最低限とかね、やってましたんで、それで2009年の頃はそれでやってましたね。実際に私も HTML で DR とかね、ですからこれ使いこなせたら色の設定とかもできるんで、それでね、結構見せたりする、のがうまいっていう、技術屋さんもいますね。わかりません。ホームページビルダーとかで HTML 原稿を組んでね、それをコピペして持ってくるっていう方法もあるんで、一概にはわかりませんけどね。まあ実際そっちの方がやりやすいかもしれませんけどね。で、今はもうビジュアルでね、実はもうこの細かい、太字にしたりとかね、色の設定もこんな感じでね、できたりしますんで、来ろうと思えば色々試すことができます。これもプレミアム監督で出たっていうのは、ちょっとそのあたりは、うろ覚えですけど。で、EP。こういう感じですね。で、コミュニティに動画を登録しますよと。わぁ、もう77本まで来ましたね。でも、まあ、1000本近く動画があるってこと考えると、まだまだ先だな、これ。なんでね、そう、ちょっと、動画をね、ある程度紹介してね、なんとか、YouTube とね、お盆までにね、動画を合わせたいな、っていうのがあるんですよね。で、こんな感じで、どんどん設定をしていきます。3番ね、EBHOK。さあ、で、登録。これは、あれですね、この頃からだんだん、もうサボり気味だったんだな。概要欄、ちょっとかなりサボり気味になってますけど。変更度かけ取る間に、この間はね、気をつけないといけない。元のデータとかこの間に削除してるとやっちゃうとね、アップロードできずに失敗で終わっちゃってしまいますんでね。変更度まで来たら大丈夫だから、アップロード自体完了してるから。わかりませんけど、まあ、とりあえず計算度を置きましょう。もしかしたら変更度失敗しましたとかって出ることがあるかもしれませんからね。まあ、わかりませんからね、完了するまでは。置いといた方がいいと思います。さあ、いやで、こんな感じでね、多分ね、まあ最初なんでね、ちょっといろいろとかなりがっつりと説明したらやってますけど、絶対後半グダりますからね。24時間ですもん。で、このグダってるのもね、含めて、どうせまたね、お蔵入りの方で8時間の3パターンに分けてね、流すのと、これをね、いかんなく分割してメインチャンネル使いますからね。うちが24時間ね、収録するってなったらね、そりゃね、がっつりと、何本とれば30本ぐらいになるから、余裕があったらね、ちょっとね、途中からね、細かい小ネタ、雑談のね、話したいこととかをね、ちょろちょろと入れて、それをサブチャンとかにしてね、使おうかなとも思ってるんですけど、思ったよりもね、ペースが一緒とか、10分でね、高止まりになってね、そこからちょっと一回休んでっていうふうなことにはならないですからね。とにかくアップロードが終わり次第、次のやつどん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 と行かないといけませんから、まあ、これはこれで、まあまあ、大変だな。なかなかしんどくて始めたな、これ、と。思いますね。さあ、でもあれですね、これまだあれですよね、改めて見ていると小原駅が昔の駅舎なんですよね。懐かしいな。まだ JR とね、近鉄が共同駅舎でしたもんね、この頃は。次のあれか、あれを用意しておくといいのか、今のうちに。次のやつが、これが草まみれのターミナルです。ちょっと散歩にかかっていく感じですよね。
まあ、基本的にはもうその作ってた順番にずらっと並んでますからね、そんなに変化もないのかなと思います。ちなみにニコ動さんのやつってどこら辺まで公開で見せていいのかなって分からないんですけど、こんな感じでシリーズの感じっていうのができて、ちょっとねまだ細かい設定とかできてませんけど、こういうふうにいろいろとシリーズを設定することができるので、今夜お手伝いいただいて、今公開始めたのが、今日公開始めてるのがこいつですね。ゼロパイ選挙する視聴者様のために静岡市を徹底調査してみたっていう、この前言った桜作のもっと前のやつですね、34番なんでね。そう考えるとだいぶ初期のやつなんでね、結構ね改めて見てみると見にくいところが多いんでね、ちょっとお恥ずかしい動画ではあるんですけど、まあせっかくなんでね、コンテンツとして、登録しておこうと思います。ちなみにここの画面から、身分類にしておいてね、後から登録することもできます。後からこの、動画のね順番入れ替えたりとかもこんな感じでできるんで、結構この辺り便利ですね。でまあ古いのが動画ね、これこのねシリーズっていう機能自体は実は私が動画を投稿始めた頃はなかったんですよ。ですのでこのアイマスの開封動画とかやってたこととかね、ですんでこれツダはで生き残ってるあのことひ、ねあの歴史遺産いい風に言い過ぎかは、こんな感じで残ってますってことなんですけど、ちなみに他のところを見通ってもね、動画投稿のところが今これ薄くなってるじゃないですか、こいつが青くなったら、お、投稿できるようになったなっていう証でございますんでね、それを見てどんどん投稿していこうと思います。で、こんな感じでアイティクスも、まあ、だいぶちょっと、感想的なのかな、あの YouTube と比べて感想的かなっていう感じもしますけど、ちなみに11日、昨日が、0になってます。これちょっと集計にね、時間がかかるみたいで、0時直後だとちょっとすぐには出てきませんね。で、このあたりでコメントとかの感じとかもできるんで、最新コメント順とかついて、ワード見ることができると。あ、ちなみにそうだ、一応ね、あ、動画投稿できるようになりましたけど、ね、本来は自分のやつをね、見せたいなっていう意識がね、ちゃんと強い場合は、これね、ちょっとやっといた方がいいのが、投稿終わった動画ね、こんな感じで投稿ができますんで、そうしたらね、コメントのところに行って、何かしらね、まあ、浮くぐらいで私はもう売ってますけど、っていうのを入れておく。これね、実は非常に重要になってきます。っていうのは、コメント数が0だと、そのエンゲージの確率が10分の1以下ぐらいに減っちゃうんですよ。っていうのは、ニコ動って、今のニコ動の子たちがどういう風なぐらい暴れで見てるのかわかりませんけど、私たちの世代の頃っていうのは、基本的にタグ検索とか、コメントが新しい、いろんな検索をするときにタグ検索とか、あと何がある、キーワード検索とかがあるんですけど、この検索をするときに、投稿、日時が新しい順で見るか、コメントが多い順、コメントが新しい順で見るっていうのが結構セオリーなんですよ。で、コメントが新しい順っていうのは、この1コメントが入ってないと、反映がされないんで、なんで、何でもいいんで、とりあえず、ウップみたいな感じでね、入れておくっていうのが、特にね、初期の、みんながね、動画投稿した瞬間にね、見に来てね、ウップオッツ、ウップオッツってね、アップをみたいにね、来る、のがあるとね、もうね、特に気にすることないんですけど、特に初期の段階はね、こんな感じで、最初にちょっと、それだけ入れておくっていうのは、実は動画投稿のあれを増やす、一つのメリットに、秘訣になります。